はい、これからパーマ巻きます。こうなんだ。写すだけじゃなくて喋ってるのも乗っかる。あ、大丈夫ですよ。それは乗せない。あ、でも入りますけど、でもそんな聞こえないから大丈夫です。話してるぐらいでしか分からない。内容は分からない。ちょっとそばでちゃんと言わないとね、分かんないから大丈夫です。でずっと長くしてるわけじゃないから、ポイントポイントじゃないと、時間があんまり長いとね、動画を載せてもダメなんだ。あ、見て最後まで見ないで次行っちゃうのね。そうそう、うん、15分超えるとね、動画が綺麗に載りませんよって言ってるから。あ、自分がどけたいようにならないってこと、うん、そうですね。こちらのお客様は髪の毛が抱えづらいので赤紫で巻きます。いろんな試み、新しい試みをやるんですね。そうですね。私の年齢が高くなるから、うん、お客さんの世代も年齢も高くなりますよね、うん、少し年齢を下げないと。ああ、ね、うん、次の人が、そう、次の世代だから40歳から以上ぐらいの人を、ね、お客さんっていうターゲットするには、そうか、そうか、それにはね、うん、そう来てもらうんだよね。私みたいなのは、まあ、今みたいにパソコン開かないからね、持ってても開かないんじゃ。若い人だと今もうパソコンしかいろいろ知らあれで、いろんな他の方法で調べないでパソコンだけで調べますもんね。そうなんですよね。